あれからね、塗装終わった後にある程度ね磨いていい感じに仕上がったんじゃないかなと思います。やっぱり妥協しちゃった部分も多少あるんですけど、まあ、パッと見はね、結構綺麗に塗装できたんじゃないかなと思ってます。まあ、まあ妥協といっても、まあ、自分の中で、っていう部分はあるんですけど、まあ世間一般的に見たらまあ綺麗に塗れてるよねっていうレベルではあると思うんで、まあ、磨きもね、この状態だとちょっと磨きづらいっていうのもあるんで、まあ、組み立ててからまたもっと綺麗にしていこうかなと思ってるんですけど、まあ、ある程度まあ細かいところはね、磨いて、やっといて、あとは、形にしていこうかなと思います。じゃあ早速、部品を組んでいきたいと思います。組み立ての方をね、進めていって、カブちゃんの方はね、今どういう状況になってるかっていうと完成です。これはねちょっともう3分クッキングよりひどいんですけど、まあというのも、まあ言い訳じゃないんですけど、配線をね、すべて埋め込みしてるんですけど、まあこんな感じで埋め込みしてるんですけど、こうやっぱり塗装、埋め込みにあたってやっぱこの辺がねどうしても熱くなっちゃうのが嫌だったんで、全部ハンダでつけたんですよね。でハンダでつけていく上で、まあ、これをつけないとまずは、まあ、作業進めらんないなってことで、進めてってったら、まあ、いつの間にかね、こんな状態になってしまいました。まあちょっとね、制作過程を、楽しみにしてた方はちょっと残念な、状態になっちゃってるんですけど、まあ、全体的にね結構、かっこよく仕上がったんじゃないかなと思います。で、こだわりのポイントなんですけど、まあ、まずこの配線を埋めたっていうのもあるんですけど、ここの追加フレームの角度なんですけど、まあ、なんでこういう角度にしたかというと、まあ、このねシートをこう起こすときにこうギリギリ当たんないような角度で、やっぱりねこれがここに止まるか止まんないかっていうのは結構重要なポイントかなと思ったんで、これをこういう風にしたんですけど、まあシートとかね、車外のやつに変えてしまったらもしかしたらちょっと状況変わっちゃうかもしれないですけど、まあ今のねこの現状のシートではちゃんとこうやって、起きるように、フレームの方はね考えて、取り付けてあります。でサスペンションはこれちょっとまあ、パッと見綺麗なんですけど、まあよく見るとちょっと汚いので、まあ、この辺はね、まあ何に変えようかなって今考えてる最中なんですけど、あとこのサイドカバーも、まあ、ちょっとこれまだ塗装してないので、ちょっと汚いのでこれも再塗装しようかなと思ってるんですけど、まあ、全体的にはね、こんな感じに、仕上がりました。結構ね、可愛いカーブになったんじゃないかなと思います。でフロントフェンダーもこれはね、カットして、こんな感じで、つけてみました。まあ、これがやっぱり泥跳ね、まあ、あんまり意味ないかもしれないですけど、まあ、運転手側にはあんまりかからなく、なると思ったんで、まあ、こういう風に、やったんですけど、まあ、純正のやつだと結構なんていうんですかね、まあ、形的にちょっとこれに合わなかったんで、まあ、カットして、つけたっていう感じなんですけど、で、このテールの部分なんですけど、まあ、なんでこんな、長くしてるかというと、まあ、これもね、実はこのキャリアをまたつけようかなと思ってるんですけど、まあ、そのキャリア分、まあ、短すぎちゃうとちょっと、キャリアが浮いちゃうような感じになっちゃうと思ったんで、ここまでね長さ伸ばして、あとはねこのタイヤも、全体的にカバーできるような状態でやるために こんな感じの長さにしたっていう感じですね。まあでもある程度ね部品も、ちょこちょこ磨いて、取り付けたんで、まあ、かなり綺麗なカーブになったんじゃないかなと思います。まあサスはね、まあ、またねどんなのをつけるかっていうのを考えて、それもね取り付けたらまた動画ね撮影しようかなと思います。本当いきなし組んで完成ってなっちゃったんですけど、久しぶりのこういう、まあ、一からっていうのか分かんないですけど、
組み立てていく上で結構やっぱ楽しい、こういうものって結構やっぱ楽しいので、まあ、あの夢中になってやっちゃったらもういつの間にか完成してたっていう感じなんですけど、まあ、まだね、まあ、エンジンとかはあのクラッチ交換したりとか、あとヘッドとシリンダーも新品に変えてるんで、足の方は問題ないかなと思うんですけど、まあ、その他のね、期間は一度バラしてるので、もう一度点検してまだ売るためにね、準備をしていこうかなと思います。結構ね綺麗に仕上がったんで、売るのが名残惜しいんですけど、まあ、売るためにね、こう言って次の人に快適に乗ってもらえるようにこうやってね綺麗にしたっていうのもあるんで、まあ、次のオーナーさんがね、楽しんで乗っていただければなと思います。まあ、あの往年のね株主の方も、納得するような、株を作りたいってことでテーマで、やったんですけど、まあそうですね、まあみんながみんなどういうかわからないですけど、まあそれなりにねこだわった株になったんじゃないかなと思います。さすがね、何しようかっていうのもまだ全然決めてないので、まあ、そういったのが決まったらねまたあの動画撮影の方をしたいかなと思います。ちょっと、まあ、かなりね、取れ高あるような、内容だったんですけど、結局、ね、いきなし完成になっちゃったんですけど、まあね、こんな感じで株の方は、できました。で、まあ、細かいところはね、また塗装したりとかっていうのはあったりするんですけど、まあ売る準備はね着々と進行しております。じゃあまた、株の方はね最終的な形にできたらまた、撮影しようかなと思います。じゃあそんな感じです。ご視聴いただきありがとうございました。